ねえねえ、はい、あいあいどこ？あいあいね、まだ帰ってこないみたい。マジで、うん、まだオリゴ糖飲んでんじゃないの？オリゴ糖舐めてんじゃないの？かりん糖だった。その間違い方怖すぎるんだよな。お前が詳しくは前回のドリーマージチューン見てくださーい。え、乗っ取られた。イエイ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 。なんか冒頭乗っ取られたんだけど。何よ何？これドリーマーズチューンのいつもの始まりかなと違いがあったんだけど、あれ何だったんだろう。懐かしのレディシャミンのみんな、こんばんロゼリア。こんばんロゼリア。嘘嘘。はい、どんばんロゼリアドラム担当歌声アク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 セクセクセクアメグです。雑すぎ。アコちゃんの自己紹介雑すぎ。どんばん。いいのよいいのよ。そんなんでいいの？そうそう、みんな愛してくれてるからね。ありがとう。さあ、日本放送がお届けするバンドリプレゼンツドリーマーズチューン、皆さんにバンドリの魅力をたっぷりするお届けプログラムなんですが、はい、自己紹介どうぞ。はい、豊田萌です。よろしくお願いします。はい、なんとですね、はい、今週も、アイアイのピンチヒッターでめぐちが来てくれてるんですけれども、ちめぐです。なんと、うん、今回このもしやドリーマーズチューン、はい、2年目に突入しました。イエーイ、ありがとうみんな。はい、1年たち、はい、1周年を迎えることができました。本当にみんなありがとう、はい、ってかどういうこと。めぐちとね、長年こうやってね1年間やってこれてね。いや、あっという間の1年でした。あっという間だったね。うん、実質2回だった私。すごい、みんなで2年目も盛り上げていかね。の悪さよ。そういうとこよ、相葉さん。本当に、はいはい、最高です。相葉さん、またいないとこで滑ってる。そう、いないところで滑ってる。ずっと散らかしてるんだから。あの先週のね、はい、あのドリチューンもこのめぐちが来てくれて、で、うん、アイアイのこぼれ話をね、楽屋裏、うん、あの滑りトーク話をね教えてもらったんだけどね、めぐちね、さっきその時の動画を見せてもらったの。あったんですよ。そう、かりんとをね、あのめぐちがこう差し入れして、はい、でそれに対してお礼を言いたくて、うん、こうありがとうかりんとっていうボケをしたかったのに、うん、初っ端でありがとうオリゴ糖っていうガチ間違いをした相葉さんの動画を見せてもらったんですけど、はい、あのテイク2の方だったので。そうだ、ね、見ました、あの相葉氏の嬉しそうな顔。すっごい嬉しそうにありがとうかりんとって言ったのに、そのあとシーンが私耐えられなかった。誰も笑わないんだもん。撮ってるめぐちさえ笑わないんだもん。でその後のキョドルめぐち、やばすぎるだろう。え、だとしたら1回目の間違い方やばすぎるだろうって冷静に突っ込んでましたね。はい、その模様をね、ちょっとみんなの声が入ってるからちょっとね、バンドリーマーのみんなにお届けできないのは残念なんだけど、その時の臨場感は萌氏がね伝えてくれたということで、ありがとうございます。自分が滑ったかのように心が痛くなりました。そう、それよりあいあい、ちょっとあいあい聞いてる？あんたこのエピソードドリチューンで話さなかったんだって。ちょっと何やってんのや。自分で話さなかったね。ほんとだよ。まあそういうのね、エピソードあったら、うん、私萌氏に、あ、言って、垂れ込んで、うん、垂れ込むから、その時あの乗っ取りに来るから来て。その都度アイアイに事情聴取をしましょう。そうね、今度は3人の時に。そうだね、本人にいる中。そもそもちゃんとゲストに来てもらおうね、めぐちゃんにはね。初だから今日ね、ピンチヒッターやってもらって、あの前回からの今日、連続収録って言っちゃっていいのかな。大丈夫です。はい、初です。はい、ありがとうございます。さあ今回はめぐちと一緒にバンドリに関するクイズに挑戦するマニアッククイズを行いますよ。はい、ということで番組では皆さんからメッセージもお待ちしております。宛先はメールアドレス bdp@1242.com bdp@1242.com、 また番組公式ツイッターアカウントをフォロー、ハッシュタグドリーマーズチューンをつけてどしどしご応募ください。それでは今夜のオープニングナンバーです。はい、まあ夏になりましたんで、こちらの曲を聴いてください。ハローハッピーワールドでハッピーサマーウェディング。コングラッチュレーション。はい、
バンドリプレゼンツドリーマーズチューン、この時間はブシロードがお送りします。バンドリー、全てをかける覚悟は。バンドリプレゼンツドリーマーズチューン、トヨタ萌と桜川メグがお送りしているドリーマーズチューン、最初のコーナーはこちら、ドリーマーズチューンマニアッククイズ。知る人ぞ知るみたいなバンドリやガルパのマニアックなクイズ、その他バンドリなぞなぞなど送ってください。私たちが挑戦していきますよ。なんだこれね、アイアイがもう大好きでしょうがないコーナーなの。かわいいじゃねえか。すごい大好きなんだけど全然正解できないの。だせー。好きと得意ってイコールじゃないからね。もう聞こえる聞こえるよ、怖いよ。でもうちら正解していくわよ、頑張ろう。 OK、ラジオネームチョコレートメガネさんからです。失礼します。ガルパピコ大盛り第2話をポッピンパンより第1回山吹ベーカリー新作会議で最初に挙げられたリミちゃんが考えたパンは何を挟んだパンでしょうか。チョココロネの回じゃなかったっけ、まあ、パンっていうぐらい。そうだよね、チョココロネ回はまた別にあったんだっけ。そう、あ、そっか、あったよね。そうだそうだ、なっちゃう話は別にあって、会議焼きそばパンとかそういうつまんないやつじゃないよ、うん、パンにチョココロネ、うん、私もそれ思った。もう正解出したそれだよ。リミ何よ何怒っちゃったみんなわかんのじゃん。何よ怒っちゃったよ。これはちゃんと食べ物ですか。食べ物ですって。あ、リミリンでしょ、うん、普通に売ってないもの。売ってる。じゃあ私の記憶だと焼きそばパンよ。なんて目でブブって押すんですか。なんかそんな普通のやつ言うなみたいな、分かってて言いました。お前がお前が、ソーセージ。うまそう。普通にうまい。だってホットドッグだ。あるんだもん、それ。それね、ホットドッグっていう、ね、名前で世の中に言われてんで、初めて知った。めぐちゃん、そうそう、言うときにはさ、天才的な発想って思った今。そうそう、桜川市には売ってないのよ。ホットドッグ、それホットドッグっていうのよ。なるほどね。コッペパンのパンかな。コッペバサミで何挟むかな。じゃあ、私あれが好き、あんバターサンド。うわうわ、めぐちね、粗挽きナッツが入ったピーナッツ。ちょ、早いんですよ。ちょ、なんなの。食い気味の分。食い気味の何。リミリンが言ったんでしょ。でもやっぱジャムマーガリンは食べたいよね。いちごもブルーベリーもない。なにヒントヒント。商品名。おお、どうぞ。フライパン。はい、フライした魚。恥ずかしい。分かった言い方したのに。めっちゃ絶対これだ。フライした魚。すっごい自信満々。絶対違かった。だからじゃあ魚じゃないんだよ。でもフライしたものじゃない。うん、じゃあポテト。だからその恥ずかしい。でもやっぱ自信って大事だ。大事だからね。フライなんか、まあ肉ですか。よくフライされるもの。唐揚げ。おお、フライがつく。フライ、エビフライ。正解。確かに。私みたいなさ、エビフライみたいな言い方って。すいません。すごい、エビフライ。ピンポン押しにくになってて。考えられていた商品名はフライパンで、はい、シャレが効いた案でしたが、すでに山吹ベーカリーにあったのでボツとなりました。散々怒って私が最終的に怒られてんの。ダッサー。オーマイガー、オーマイガー。エビフライ挟んであるパン見たことないけどな、うん、でもうまっそね、美味しそう。続いてカレーのないカレーライスさんから、うんうん、1月から12月の中で誕生日のガルパメンバーが一番多い月はいつでしょう。これ私わかるわ。私もわかる。せーの10月。やったー、正解。10月、美咲、凛子、ひまり、ゆきな、ありさの5人が10月生まれです。これなんでわかった。これなんか前にあいあいと話したんだよね、うんうん、なんかガルパの誕生日10月多くないみたいな。でもリアルでも10月が多いよねみたいな。あいあいとめぐちとリミリンも10月だったし。そうだ、全員
マニアッククイズだから誕生日も当ててって。ちょっと私見ちゃったからもうこれめぐちが回答者です。チーメグが10月でしょ ?24 なのよ。誕生日が。チーメグがね。はい。で、リミリンが1日違いの23か25なのよ。でもなんかいつもめぐちより先に来てる気すんのよ。23でしょ、リミリン。ごめん、これ、キャラクターの方だったんだ。今のこのしかもリミリンっていうさ、わけわかんない今リミリンでややこしくなってたんだけど、ね、西本の方です。西本の方だよね。いや私リミリンさ、最近大好きでさ、遊びに誘いたくって。でもなんか、お互いなんか忙しいバタバタしてる時期だったからさ、今年中に行こうっつっててさ、誘いたい。リミ話、リミバナ、リミバナでした。リミバナ、こういうとこで言っとくとさ、確かにリミリンがどっかからね、耳に入って、そう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 、めぐち行きましょうってなる話あるよね。行きたいの、うちらはね、オフレコで確かにご飯めちゃめちゃ行ってるから。めちゃめちゃご飯行ってるのよ。めちゃくちゃ森で行っちゃってるからね。そうなのよね。あーん、この話してたらもう当てる時間なくなった。みんなすまん。10月です、とにかく。はい。では続いて、はぐみはぐみが好きさんからです。問題。はい。ハローハッピーワールドのアーティストコラボ楽曲、ハッピーハピアハピエストで、はぐみの、はてはて何をしましょうかなの後に続くカオルの歌詞は何でしょう。これ、もしもう好きちゃうよね。じゃあ、私がってことでしょ。そうだよね。カオル、カオルさんが言ってる。カオルさんが言ってる。だからない、何をしましょうかな24時間。お歌ってんじゃん、もう。はてはてな。え、ま、じゃあ、しから行くわ。はてはてな、いや、似てる。はてはてな、にゅうようかな。24時間、にゅう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 。はかないことをすればいいのさ。ちょっと寄せに行ってちょっと寄せに行ってるのやめて。ちょっと伝わってきたよしよし。生き物はね、はず。なんか雰囲気伝わってきたから恥ずかしいから。なんかでもそんな感じだよね。マジで。え、違う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 、目口の方じゃない。じゃ24時間の方。びっくりしたよ。ごめんごめん。何をしようかな。え、合ってるよね。お、24時間ハッピーを考えるのさ。ミュージカル、すぐミュージカルになっちゃうんだから。めぐちミュージカルいつでも始まっちゃうんだから。大好き。でもなんか24時間、なんとかなんとかなんとかにゃん、まあ、違うって。はてはて何をしましょうかな。場所ここだよね。24時間を分に変えて365日を計算しろっていう無茶ぶり来て、私ペン持たないから萌えじがやって。え、24かける300、あ違う、かける60、分に直すから60。そういうこと。うん、目口よく計算式わかるね。うん、計算してない。今筆算してんのは萌えじです。40が0を右側にして筆算しなさいよあんた。え、どういうこと。だからこうやってこうやってこうでしょ。こう4624の144。0はずらすのね。そうそう、1440×365 やって。もうそこやったから、ね、1440で出たから3の。じゃあ私がやるよ。もう、ね、やる。3桁やりたくないからスマホ。もうどうなってんのこれ。お前目口すごいね、頭いいね。そんなことないよ。計算式わかんなかった。メモして。525600。525600。はい、それだって。これが答えです。どういうこと。答え525600分って言ってたわ。最初に聞いた時に何この歌詞って思ってたのですが、60分 ×24 時間 ×365 日イコール525600分、過去イコール1年なんですね。何事も考え方一つだよということでしょうか。さすが前山田さんだなと思いました。ということでした。ありがとうございます。どやらないでください。もういじ、どやらないでください。めぐちすごいじゃん。めぐちじゃないんです。私の手柄じゃないんです。計算できたじゃん。これね、多分ね、相葉さんだったらね、一生たどり着かなかった。私だったら計算できず。文字に直すって何みたいになってたよ。そんなことない。絶対見てた。これもめぐちが今日来てくれたから答えられた。とんでもないです。ありがとうございました。いや、大暴れクイズでしたね。ありがとうございました。楽しかったです。はい、というわ
わけで以上ドリーマーズチューンマニアッククイズでした。バンドリプレゼンツドリーマーズチューン。ではでは皆さんから届いたメールご紹介しますよ。おーい、ラジオネームマッハさんです。ガリバッテル、ガリバッテル。人気企画のマニアッククイズ考えていた時のことなのですが、うん、吉田優里さんのウィキペディアに特技に円周率50桁暗唱とありました。すごい、2人は自慢できる特技とかありますか。え、チーム言える？3.14って感じです。インド映画みたいすぐミュージカル始まってすぐハッピーになる。ハッピーだよ。なんか、なんかある特技。え、特技、特技だ。でも記憶力はいい、めっちゃから、じゃあいい。え、あれ言えるよ。何、あの何、陰州新館追悼草原民進中国の名前の、あ、なんだ陰かと思って今みんな見えないけど私手で呪術やってる。呪術で陰結んでたのに。なんか学生時代に暗記したもの何かなって思ってやってみた。暗記もなんか水平リーベ僕の船とかさ、でもそれも覚えたね。ズートルシャーティービーみたいなさ、それ何でしたっけ。知らない、余談活用です。知らないな。英語、ケリカナカリキュル、ケルキャラキャリキュラム、カリキュラム水平リーベ僕の船の後、古文です、古文です、古文。あ、今スタッフさんが思い出した。何それ、アリ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 オリハベリ今そがり。そうです。なんでよくわかったね、よくわかったね。そう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 、私の家庭教師はね、答え欄を見て、あたかも自分が考えたように言うっていう話術でね言ってますからね。それどういう意味なの。それを分かりやすいように説明するっていう。覚えてる、目口、これの意味。これは問題文がないと思わない。そうです。ダメだ。そういう特技の、お互い特技は言えたね。そんなわけで、そうだね、うん、言えたね。そうそうそう、覚えてるものはね。そうそうそう、覚えてるから、あの見れば私も思い出すんで、ね、安心してください。チメがもうあのドラムが特技って声を大にして言えるからね。いや、ちょっとあの本当 その大にしてとか、そんなプロのドラマーの方の前でプロよ。いや、あの言うのは大変恐縮なんですけど、でもその頑張ってきたよっていうことで、うん、あの数年前からあのプロフィールに書かせていただいてます。素晴らしい、ありがとうございます。頑張ります。さすがでございます。ずっと言えるように頑張って練習します。ありがとうございます。お受けしています。ありがとうございます。はい、というわけで皆様メールありがとうございました。ではここで一曲、めぐちお願いします。はい、めぐちも大好きな曲です。ロゼリアで一へのフルグローリー。会いに行くは今あなたの元へ、共に心を導いてくれたあの日から変わらないまま、そばで笑う愛しき存在。バンドリプレゼンツ、バンドリプレゼンツドリーマーズチューン。ここでお知らせです。
ローハッピーワールドセカンドアルバムスマイルオンパレードが好評発売中。新規楽曲5スマイルオールインに加え、本作で初収録となる楽曲など全23曲を収録。ぜひ手に入れてください。レイザースイレンイレブンスシングルネメシスが好評発売中。ブルーレイ付き生産限定版には昨年9月に開催されたバンドリテンスライブデイ4の模様が収録されています。さらに11月5日開催バンドリ12スライブデイ3レイザースイレンリビールの最速先行抽選申し込み券が封入。まだ手に入れてない方はお早めに。11月3日から5日にバンドリ12スライブを開催。デイ1ポッピンパーティー、デイ2迷子、デイ3レーザースイレンの3デイズ公演です。現在デイ1とデイ3の最速先行抽選受付中です。2023年を締めくくる一大ライブ、一緒に楽しみましょう。夢の結晶より明日12日にポピーファーストアルバムインフラクテセンスとローズファーストアルバムブリューテンスタンドがリリースされます。音楽クリエイターとのコラボレーションにより誕生した12曲の楽曲に加え、ポピーと富山かすみ、ローズと港ゆきなによるデュエット楽曲も収録されています。夢の結晶初のアルバム、ぜひ手に入れてください。現在ガルパではライブトライイベントブラスト花咲川女子学園文化祭が開催中です。イベントと同時にポッピンパーティーのカバー楽曲オドループが遊べるようになりました。まだプレイされていない方はぜひお楽しみください。その他詳しい情報はゲーム内のお知らせやガルパ公式ツイッターをチェックしてください。以上番組からのお知らせでした。萌えと桜川メグがお送りしてきたドリーマーズチューンエンディングのお時間です。泣かない、あっという間の2週だったね。本当にあっという間だったすぐ巣に戻るケロッとケロッとすんのやめて。いや楽しかった。もうさすがだよメグチ、全然よ、誰よりもハロハピだよやっぱり誰よりもハロハピ。ミッシェルの子私かもしれん実はめぐち入ってるかもしれん。めぐち入ってるかもしれないね。いつかそんなこともやってみたいけどね。サプライズってね、やっぱりミッシェルの中はね。友達入んの友よが入るかもしれない。マジでイベントあるからね。そんなことさせられないけどまだ何も決まってないけど、もしかしたら友よが入ってるかもしれない今もう言うだけタダだからいやせっかくヘアメイクしてもらってさ、汗だく説あるよでもほらあの中の人などいないからね。ああえでもあなたさあなた側はさ、そうカノンちゃんは理解してるよちゃんと。そうあのエアコンがミッシェルについてるのねとか分かってる分かってる分かってる。でも他の3人はねまだやっぱイコールになってないからね。そうだよね。そうめぐちは今度アイアイがいる時にね、ちゃんとゲストとしてじゃあもう裏話いっぱい持ってくるから、いっぱい持ってきてアイアイが本人で話さない裏話を。そうアイアイどういうこと聞いてるって言いに来てください。はい、ということで番組ではメッセージお待ちしてます。宛先はメールアドレス bdp@1242.com、 また番組公式ツイッターアカウントフォローしてハッシュタグドリーマーズチューンをつけてどしどしあー最後にペペペしてください。今回の番組の模様は響きラジオステーションにて明日7月11日火曜日17時から配信です。公式 YouTube バンドリチャンネルでもご覧いただけます。響きラジオステーションでの無料会員登録をすればおまけコーナーもあります。楽屋裏を聞くをクリックしてお楽しみください。めぐち本当にピンチヒッターありがとうございました。次回からあいあい頑張ってね。はい、バンドリプレゼンツドリーマーズチューン、ここまでのお相手は豊田萌と桜川めぐでした。それではバイチューンバンドリプレゼンツドリーマーズチューン、この時間はブシロードがお送りしました。